遅いよ。ああ、来た。記憶を探す前に行きたいところあるの。ケーキ漬けっていうのをしたいんだ。いいでしょう。行きたい場所があるようだ。今日はですね、マリーちゃんのコミュニケーションかなって思うんですが、今手持ちに英語属性のペルソナさんがいないので、召喚だけしてこようかなと思います。そしたらね、行きましょうか。さあ、では行きましょう。どこだろうね。ケーキ漬け。ケーキ漬け。ケーキ漬け？ビフテキ串ですね。あれ？お、ちえちゃん。ゆきこちゃんも。また会っちゃったね。チーズ。チーズ。お、コンジュに、ヨウスケに、クマ。ミセチも。これは揃いましたね。仲間たちが全員集まってしまったようだ。マリーを交えてみんなと楽しいひとときを過ごした。じゃあまたね。暗くなったのでみんなと別れ、マリーをベルベットルームへ送っていった。ここから何かありますかね。あら、普通に進んでしまったぞ今。もう一泊何かあるということかな。どうなんだろう。さあ、ということで今日も奈々子の宿題を見ることにした。国語、ことわざを3つ書いてくださいって。陽介と熊がやってきた。よし、OK ですね。さあ、8月の25日です。雨ですね。どうすっか。海主様チャレンジやっちゃう？やっちゃいますか今日。とりあえずお野菜取りに行きましょうか。今日やろうかな。やるか。おいしそう。お野菜取れた。でね、麦でもいいんだけど、メロン買ってるよね。ちょっとメロン使ってみよう。大きくなーれ。めちゃめちゃ良さげじゃない。楽しみですね。さあ、ではお外に行きましょう。多分バイクじゃないか。普通にここから行けるか。市議会館。よし、やるよ。頑張っちゃうよ。で、このゲンジカブトさんをね、使ってみようかなと思います。多分ね、見た目で判断できるかなって思うんで、川主様同様で。ちょっと粘ってみようか。お！どうだろう。まあ、さっきよりは
おお、海主様釣れた。でか、長期戦だったな。せっかくだから釣りしようか。ちょっとねコツがねなんとなく分かってきました。もうね俺長押ししてたんだけど、この青のところで小刻み連打した方が調整が効くというか、あくまで個人的なあれなんですけど、で三角の時に一気に引き寄せるっていう感じで。ただね長期戦みたいにはなっちゃうけど、ちょっとうっかりみたいなのがだいぶなくなるというか、そういうメリットもあるという感じですね。長押しした方がねだいぶ引っ張ってくれるんだけどね。おーし、釣れました。おー、でかいですね。メグロマグロさん、ありがとうございます。もう一回やるか。いやでもだいぶ気持ち的に楽だよ。もう海主様釣れたし、気楽に行くときは長押しでもいいかもね。やばいかも、やばいかも。おお、危ねえ危ねえ。よかったー。さあ、メグロマグロさん、2匹目ありがとうございます。いやー、でも、ね、餌的にあれだったけどさ、3回だったけど、でも、十分じゃないかな。今日も奈良子の宿題を見ることにした。今日は作文、夏休みの思い出だって。おお、ちえちゃんとゆきこちゃん。お祭りいいかも。よかったよかった。さあ、ということで8月の26日です。おー、お電話ですね。あ、もしもし、ちえちゃんか。今日暇じゃないかな、また付き合ってもらえないかなと。今日は一旦見るか。特別な関係になっておいてみたいな感じではあるんだが、宿題はまだある。とりあえずお外出るか。海主様店に行きましょうか。こんにちは。釣れましたよ。大丈夫ですか。そうですね、もっとたくさんの子供らに伝えていってください。さあ、エマの願い叶えた。よし、これで報告に行けばキツネさんのコミはマックス確定だね。乗ろ、いらっしゃる。今日頑張ったからな。今日というか昨日頑張ったからな。猫ちゃんにマグロあげちゃおう。
浜口さんもあげますか。あら、選択肢に出ないか。普通にあげよう。で、今日コミュはどうしようかな。あら、ヨウスケがバイクに。ヨウ。ヨウ。どっか行かねえか。さあ、出かけると時間が経過しますが、仲間の新たな力が目覚めたり、忘れた力を取り戻すことができます。すごいね。時間のある時に仲間と出かけてみましょう。なるほどね。ただ、コミュできそうだよね。リセチーとチエちゃんか。わない、北側の方も行ってみよう。二択かな。どうすっか。あと、虫さんを取るのは極力夜にしようかなって思うんだけど、そういえばそっか。考えてみたらさ、今、あれか。夜、奈々子ちゃんの宿題見てるから、行動できないんだっけ？ということで、お昼に撮ってしまいます。よーし。じゃあ今日はリセチ行こうかな。リセちゃん行こう。ペルソナさんは、クイーンメイブさんが、そうだよね。よし。行こう。さあ、ということで行きましょう。おい。稲葉中央通り商店街。沖縄駅前に出かけた帰り、店を家まで送ってきた。沖縄行ったのか。そうだ、お豆腐持って帰る？ありがとうございます。あら、井上さんでは。突然で申し訳ないとは思うんですが、これを彼女に渡してもらえないでしょうか。何でしょう。手紙。ファンレターがそのまだ来てまして。どうしてわざわざ。もう必要ないのでは。なぜ理性にこだわる。僕自身9時間リセのファンだからですかね。彼女の才能に僕は触れてる。それにソロからのファンレターはいつも楽しみにしていたから。なるほど。そんな言い方は良くない。あの人は理性を心配してる。本当に復帰しないの。まあでもね、いい人そうではありますけどね。本当違う。理性に理由を話しファンレターを渡した。めちゃめちゃいいお話じゃないですか。先輩まだ時間いいかな。
ファンレターを読み終えたリセは考え込んでいるようだ。やっぱ心配してくれてるみたい。リセチーは捨てたんだもん。私この子の期待には応えられないから後悔してる。自分で選んだ道だ。きっと分かってくれる。この前の話本当にしちゃおうか。高校出たら結婚して私と一緒にこの町でお豆腐屋さんやるの。なんか楽しそうでしょ。どうかな。いいね。理性が本気ならまだ決められない。これなつい最近ですね、特別な関係になってしまったんですよね。ただね、音符出るの真ん中なんだよね。上二つなんだよね。選びますか。いろいろとあれなんだが、さあということでランク6ですね。ありがとうございます。さあ、可能な攻撃手段と敵の弱点が一致したときにリセが弱点を教えてくれるようになります。強い。めちゃめちゃありがたい。お疲れです。これは修羅場待ったなしですね大丈夫かな。読書感想文ね。ねえお兄ちゃん、お兄ちゃんも一人だと幸せ？幸せだ。幸せじゃない。時と場合による。さあ8月の27日です。まああれか、今日でもよかったか、海主様チャレンジで。宿題はまだあると。じゃああれかな、雨降ってるし、アイヤか神社でも決めに行ってしまうか、ランクマックスを。どちらかですね。ランクマックス決めちゃうか。よし、言いましょう。では呼びましょう。よろしくお願いします。狐が前に引き受けた願いが書かれてる絵馬を再び加えてきた。絵馬の依頼のことを心配してるんだろう。狐に絵馬の願いを叶えたことを伝えた。
キツネとの仲が深まるには何かきっかけが必要なのだ。マジか。もう一泊あるのかなってことは。そっか、まあしゃあないっすね。今日も奈々子の宿題を見ることにした。今日は何でしょうか。図工。おうちにあるもので作りましょう。だって牛乳パックとラップの芯、毛糸、折り紙。何かあったっけ。おー、リセちゃんと感じ。さすが感じ。さあ、ということで8月の28日です。そうだよね、結局ここまで宿題をいじってないんだが大丈夫かな自分の。おー、リセチ先輩今日暇、用なければ遊ぼう。どうしよっかな。まあ、ありっちゃありだよね。行こうか。よし、行きましょう。上がりますもんね。沖縄駅か。リセに誘われ一緒に服を買いに来た。今日は先輩のもの買うんだからね。私が完璧コーディネートするから確保してよね。あの広告。かなみ。そこのお店の看板ね、同じ事務所の子が出てるんだ。可愛いの？悔しい。よかったね。どうなんだろう、どれがいいんだろうこれ。ちょっと難しいな。まあそうなるよね。なんだろう、どれ選んでもこんな感じになりそうな気がするけど今の。先輩は今嬉しい？今こうやって私と一緒で嬉しい？こんな可愛い後輩でなんてったって元アイドルだし、嬉しい嬉しくないアイドルは関係ない。じゃん。
奈々子ちゃんがいい子すぎる。さあ、ということでランク7ですね。ありがとうございます。お、戦ってる間定期的に支援をしてくれるようになった。支援とは、リセが定期的にいろいろな戦闘支援をするようになります。なんていうかアバウトですね。ちょっと、まあ、実際にダンジョン入った時に楽しみにしてよっか。伊勢は心細そうだ。励ます。そばに寄る。笑い飛ばす。よかったよかった。お疲れでーす。今日も奈々子の宿題を見ることにした。好きな動物について調べる。なるほど。洋服の出ました。カモノハシさん、問題です。カモノハシで毒の爪があるのはオスとメスどっちでしょうか。オスで。おーし、ありがとうございます。さあ、ということで8月の29日です。だが宿題はまだ残ってる。いい加減やらないとまずそうだ。やりましょう。めっちゃ上がりますね。めっちゃ上がりますね。おお、おめでとうございます。よかったです。今日は最後、絵日記。図工の宿題した日雨降った？確か雨降ってたよね。ずっと雨だった。夜だけ雨が止んだ。ずっと晴れだった。雨雲だった気がするな。違ったっけ。よかったよかった。よかったのかな、わかんないけど。奈々子ちゃんがいい子すぎるね。さあ、8月の30日です。おー、そういうことか。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。